マオポルスカ南部の木造聖堂群は、マオポルスカ地方南部にあるポーランドの世界遺産である。ビナロバ、ブリズネ、デンブノ、ハチュフ、リップニツァムロバナ、センコバなどの各村に残っている木造聖堂が登録対象である。中世後期に起源を持つ、この地方の木造聖堂の様式は、ゴシック様式の装飾や、色とりどりの細部で始まったが、 木造であることから、石やレンガでできたゴシック建築とは、構造も全体像も印象も大きく異なっている。より後の時代に建設された木造聖堂には、ロココ様式やバロック様式の装飾的影響を示しているものもある。これらの聖堂の形態は、この地方での東方天霊カトリック教会や、聖教会の存在に深く影響されている。いくつかの聖堂は、 上から見た時に、ギリシャ十字を形作っており、玉ねぎドームを備えているが、最も興味深いのは、それらの特色が引き伸ばされた新郎や戦闘とともに、ローマカトリックの様式と組み合わさっていることである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。英語の綴りはユネスコ世界遺産センターによる、登録名である。 以上は2003年の第27回世界遺産委員会の報告書に基づくものだが、イコモスの勧告書の時点では、他に3つの木造制度について言及があった。ただし、この3件は、イコモスの登録勧告には含まれていない。その一方で、イコモスは、ハンガリーやルーマニアなど、周辺諸国の木造制度群をも含めた、拡大登録への期待感も表明している。 上記の通り、委員会の決議文には含まれていなかったが、世界遺産センターの構成資産リストでは、2003年の時点でこれらの3件も登録されていることになっている。2003年時点の登録名称は、ウッドン・チャーチーズ・オブ・サザン・リトル・ポーランド、イーグリゼズ・イーエヌ・ボーイズ・ジュシュド・デラプティ・パラニャであった。その日本語訳は、と、正式名のリトル・ポーランド、 ラプティ・パラニアの部分を、ショーポーランドなどと直訳するもののほか、現地名のマオポルスカに置き換えている文献も、わずかに見られた。2013年には、登録名自体が変更され、リトル・ポーランド、ラプティ・パラニアの部分が、いずれもマラポルスカに改められた。ありがとうございます。